鮮度がです。今回はですね、まあ、リクエストはなかったんですけど、赤丸が吸いたくなったんで、買った赤丸ですね。はい。今回、ソフトですね。前回が、確かボックスやったんで、今回ソフトやろうかなと思ったんで、はい。まあ、吸ってございます。こっちだとやりにくいんですけど、こっちのライターでいきたいと思います。おぶね、おぶね。おー、伸びた。開きましたね。で、焦げた。で、まあ、開けていこうと思います。これ、爪を押さえてないと。変なところまで、この、止めてるところまで切れちゃうんですよね。はい。っと、詰めないと。詰めないとじゃなくて、なんか物を詰めみたいな言い方してたね、今。爪がないと、なんか、開けづらいですね。爪切っちゃってるんで、この通り。はい。自分は爪長いのが、まあ、特徴みたいな感じなんですけど、もう、爪切っちゃってるんで、取りづらいですね。この、これも出すのも結構きついですね。はい。まあ、では、吸っていこうと思います。はい。今回当たりだ。今回当たりですね。まあ、前回が外れたんで、ソフト。前回って言っても去年なんですけどね。まあ、今回当たりですね。はい。てか、普通にデリヤタバコがうまいっすね。デリヤタバコっていうか、アークロイヤーのアップルミントはなんかもう、一、日本でいいやみたいな感じですね、味わいは。はい。アイエスしたいとか、そういった感じはないですね。やっぱ、こういった、メジャーなタバコのが安定してますね、味が。うん。変に甘いタバコとかより、これより、これの方がいいと思いますね、普通のタバコのが。はい。よく、じゃなくてよくじゃねえや。何をと思ったの。タバキエライに、やっぱり似てますね。味が。赤丸っぽいっすね。焼きスタイフリーどっちかというと、丸ボロに近かったっすね。赤丸に。まあ、話は全然まとまらないよ。申し訳ないですね、今回。なんか今、風邪ひき始めてて、なんか喉痛いですね。よくわかんないですけど、鼻と喉が痛いですね、今。で、なんだ。まあ、こっちの方が 安定してるよって感じですかね、赤丸は。多分カメラに全く焦点合ってないですね、今。とりあえず今、雨降ってるんで寒いっすね、今。これ一枚しか今着てないんで、寒いっす。はい。なんか今、タバコどうでもいいやみたいな。寒さですね。はい。まあ、終始無言続いてますね。いや、最近、
のブームの説明っていうか、ブームの、まあ、紹介なんですけど、まあ、今、出会い系とか結構いたずらメール来るじゃないですか。迷惑メールって言ったらいいんですか。まあ、それに、まあ、勝手に、まあ、登録されてるサイトとかあるじゃないですか。そこにちょっと見てみたんですね。最近見始めたんですよ。そしたら、まあ、結構金くれるよっていうメールくれる方が多くて、まあ、そこから本当に金をせびり取ってやろうかなとは思ってますね、今。はい。もらうんだったらもらっとこうよって、400万、300万くれるっつってなったって感じですかね。はい。400万、300万。300万、400万あれば、車買えちゃいますからね、普通に。うん。普通に何もしなくても、3、4ヶ月は遊んで暮らす、3、4ヶ月以上か、半年ぐらいは遊んで暮らせられますからね。車買わなかったにしろ、何しろ。まあ、たとえ中古車買っても、半年ぐらい生きられるんじゃないですかね。多分。はい。一人暮らしだとしてもですよ。まあ、ガソリン代とか、まあ、そういった、まあ、込み込みの値段、抜いての話なんですけど。うん。まあ、せびとったろうかなって話ですね。そんな、嫌がらせメール送ってくれるようなやつには。はい。訴えて勝つよ、みたいな。そんな感じですね。はい。で、タバコはこんなマネしてんで、忘れてます。うん、やっぱり、赤丸は、話戻して、タバコの。赤丸は、やっぱり安定して、うまいっすね。はい。では、以上で、まあ、語ることもなくなってきましたし、今回、これにて、失礼させていただくことなんで、ご視聴ありがとうございました。次回は、雑コメとか、またそこら辺の動画でやっていこうと思うんで、まあ、できればスカイプの雑談とかやりたいと思うんで、よろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。